フォこら、人の話聞いてねえのかバカザル。カイドウを倒すのは俺だ。どこだ、カイドウ。このまま負けっぱなしじゃいられねえ。それより周りの敵を片付けるのが先だろ。これじゃまともに進めねえ。あとカイドウをぶっ飛ばすのはこの俺だ。あとはこいつらを倒すだけだ。やるぞ麦わら。邪魔をしやがったら承知しねえぞ。止められるもんなら止めてみろ。出てこい麦わら。
この島にいるのは分かってるんだ。その斧なんとでも加えてやる。ふざけんな。俺は海賊王になる男だ。話にならねえ。最悪の世代だと笑わせるんじゃねえ。お前らがやってんのはただの海賊ごっこだ。カイドウ、お前バカめ、こんな野郎と組んだくらい俺の首が取れるとでも思ったのか。お前らみてえなガキが海賊王になるだと。図に乗るな麦わら。俺の下につく気がねえならもういい。二人仲よく死ねえ。かつて
この世の全てを手に入れた男、ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は、人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース。その宝を狙い、世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。お前なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて、世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。おお、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りを上げろ。大金出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃー、行くぞー。海賊王に俺はなる。